シソの無限ループ栽培ということで、先日ね、このように摘心をして収量を増やす、無限にループ栽培できますよっていうことをね、お伝えしたと思うんですけど、その後第2弾ですね、摘心をした後どういうふうにこのシソをですね、収量を上げていくのか、無限にね、ループ栽培していくのかっていうね、そこらについてちょっとお伝えしていきたいと思います。おはようございます、岡山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。実はですね、このシソ意外とね、栽培している方が多いようですね。僕の場合は畑にね、結構種が落ちて、このようにね、いろいろなところにね、このようにシソが出てくるので、まあ、シソについては、そんなにね、まあ、そんなにというかね、スーパーで買うことはないんですけど、実際栽培している方がね、長く、いいシソをですね、いいシソというのは、柔らかいシソをですね、収穫できる方法ということでね、この、今日は第2弾ということで、摘心後、どういうふうにしたらいいのかっていうところをね、ちょっとお伝えしていきます。で、先日の動画は、こちら。になりますので、ぜひね、見てない方は一度ね、そちらを見てからこちらを見ていただくと、よりね、話がつながりやすいと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。で、前回お話ししたのが、こちらの種子からこのように、まあ、今ね、こちらちょっと見づらいですけど、このようにね、今出てきてるんですけど、この枝とこちらの枝、ここちょっと切れちゃいましたね。これ脇芽がね、2つついてるんですね。ここに脇芽が2つついていて、で、この脇芽が実際ね、この成長していく一番トップの枝になります。この種子から出ている枝ですね。で、これがまた脇芽です。これも脇芽です。で、ここの下にあるこれが葉っぱですね。これが葉っぱ。このように、葉っぱ、葉っぱ、脇芽、脇芽。そして上に、このように、ね、また、花芽が出てくるというね、これが特徴になります。で、これを、どのように増やしていったらいいのかというとですね、この脇芽、こちらですね。ここから、今これが脇芽になります。二つね。こちらとこちら、こちらとこちらですね。これが脇芽になるんですけど、ここからですね、今このように、花がついてますね。花芽なんですね。これが一番、この脇芽から出てきてる。この一番てっぺん。これを摘まないと、ここから花芽が出てきます。花芽が出てきて、ここから花を咲かせると、この株自体がすごくね、硬い状態になってしまって、まあ食味もね、すごく落ちてしまうということで、これ花を咲かせないのが一つポイントになるんですね。これも前回にお伝えしたんですけど、で、実はここからこの脇芽見てもらうとわかるんですけど、ここに葉っぱがあります。で、こちらにも葉っぱがあります。この2つの葉っぱから上に、ここに花芽のね、脇芽がついてます。で、さらにこの脇に小さい芽がついてますね。こちらに小さい芽が2つ、1個2個と小さいのが、これが脇芽になります。ですから、葉っぱとこの花芽のこの間に脇芽がついてますね。つまり、ここをつまんであげることによって、ここの脇芽、この脇芽が、また、このような芽となって、芽吹いて出てきます。ここですね。で、この芽はですね、ものすごくね、柔らかくてですね、お料理として使えるものになります。これが一つですね。そしてさらにもう一つ。皆さんはこのようにね、下の方、株元付近ですね。こちらの葉っぱってどうしていますでしょうか。こちらね。で、これはですね、まあ実は植物は上に栄養を送っていくんですね。で、花芽の方に芽を、栄養を送っていく性質があるんですね。つまり、下の方の葉っぱというのが、
意味がなくなるというかですね、こちらの方が栄養が乏しくなってくると、こちらがね、硬くなる傾向があります。ですから、なるべく早いうちに、こちらの方の葉っぱというのは、もう根をね、こんな感じで、根をね、摘んでもらってもいいですね。脇芽の促進を。で、さらに、ここの下、株元付近ね、しっかりと、綺麗にしておいてあげて、通気性をね、良くしてあげるといいです。で、そうすると、こちらの方の芽ですね。こちらの方の芽の、ここの株元をすっきりさせることによって、こちらの上の芽をね、こちらに栄養を送ることになります。これもそうですね。で、ここからまた芽が出てきます。この芽を増やしていくようにするといいです。で、まあ最初のね、3段目ぐらいまでは摘んでおくと株元がすっきりしますので、株元がすっきりしないとどうしてもね、通気性が悪くて、ここを見てもらうとわかるんですけど、シソの葉というのは結構食害を受けやすいんですね。ですから、食害を受けないためにも通気性を良くしておくっていうのがね、まあ一つポイントになると思います。あまり摘みすぎてしまうと、今度ね、脇芽まで摘んでしまうと、この後ね、成長が止まってしまいますので、できるだけね、この脇芽を残しながら、これですね、これを残しながら、上にね、成長させていくように、このようにね、すっきりさせておくと、収量がどんどん、無限にね、ループして、栽培することが可能になります。これが、シソをね、育てるときのポイントですかね。下の方の下葉をね、描かなくても、育てている方いると思います。まあ、特にね、収量的に大きく変わるかっていうと、シソはどんどんね、大きく気温とともに成長しますんで、問題はないと思うんですけど、まあ、できる限りね、虫が来ないような形で、食害を受けないような形を作るっていうんであれば、こちらの方の下葉は、まあ、上の方にね、このように、葉っぱがね、しっかりと、もう緑色になって、光合成がね、豊かであるなーっていうようなのを確認できたらですね、下葉を描いてもらってもいいと思います。本当はね、もうあと2段ぐらい大きければね、下葉を描く方がいいと思うんですけど、まあ、ちょっとね、今この大きさぐらいで下葉ここまで描いてしまいましたけど、ここが今1段、2段、3段、4段までですから、5段、6段ぐらいまで行ったら下葉をね、描いてもらうといいと思います。一応動画用としてね、今下葉を描いてしまったんですけど、そこら辺をね、一つ参考にしていただければと思います。前回の動画では、この摘心というところで収量を増やす無限栽培ということで、お伝えしましたけど、今回はその後、第2段ですね。摘心した後、収量を増やすために、どういう風に収穫したらいいのかなっていうところでね、お伝えさせていただきました。できるだけこの脇芽をね、また残して、脇芽が大きくなって、その次の芽が出てきたら摘んであげる。で、脇芽を残して、また増やしてあげるっていう方法にすると、大きくね、まん丸と大きく育ちますのでね。まあそういう形で柔らかいね、シソ葉。これをね、いつまでも収穫できる方法ということでお伝えしました。花芽は絶対に咲かせないでくださいね。咲かせると株がギュッと硬くなって子孫を残すようになっていきますので、そちらの方にスイッチさせないようにいつもね、芽かきをこまめに行ってあげるといいでしょう。ということで、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。